ボッス、ガンプランナーだぜ。なんかマイクに向かって喋って字幕つけて送り返すより、音声も字幕も同時で噛まないし、気分次第でゆっくりも使っていこうと思うぜ。しかしなんだろ、ゆっくりに喋らす特徴がゆっくり動画っぽくなるね。さて今回はたまたま見てしまった、今何かと話題の転売屋の、相場操作の話と、今年全く自作 PC 関係の動画が出せてない話にも少し触れるよ。偶然見てしまった転売ヤーによる価格操作の瞬間。まずは今回9月上旬にリアルタイムで見た転売ヤーによる価格操作の話から、実際に大きくグラボの相場が跳ね上がったのは今年2021年の2月なんだけど、そっちは後半に話すよ。では9月上旬にどう操作されたかというと、ちょうどその頃自作自体できずにグラボを物色していたところ、それまで16から19万で取引されていた RTX3080 の検索結果に、突然大量の新品 RTX3080 非、ライトハッシュレートが出品されたんだ。その数10以上あったと思うよ。価格は21から25万微妙に違う金額で出品していたよ。転売ヤーのやったことは異常です。たったそれだけのことなんだけど効果は絶大だったよ。ブログと同じように検索結果の1ページ目に表示されることは最重要なんだ。しかも上位に表示されてるものが全て21万を超えていて、スクロールしなければそれまで取引されていた16から19万のものは見えない。転売ヤーの出品からわずか5分程度で、他の出品者も相場が上がったと勘違いし20から21万で出品し始めたよ。いやーほんと一瞬の出来事だった。一瞬で1から9万相場が跳ね上がったんだ。グラボの価格高騰で中にはマイニングをやってるやつ、マイナーのことをお前たちがいるから、と非難する人もいるけど、今回の価格操作を目の当たりにして、悪いのは間違いなく転売ヤーであって、戦う相手を間違っちゃいけないと思ったよ。さてじゃあ転売ヤーの価値かよ、我々自作家やゲーマーは、黙って転売ヤーにお布施をして定価の倍も払って、グラボを手に入れないといけないのかよ、って話なんだけど、ここに来てその辺転売ヤー対策に動きが出てきたんでその話をするよ。転売ヤーの問題といえば、マスクの転売を覚えてると思うけど、その後もコーンビーフやミロなんかも転売ヤーの餌食になり、当時も結構問題となったんだよ。ところが転売ヤーの何が悪いのか、感覚では分かっていてもちゃんと違いを説明できる人が少なく、フリマサイトの最大手メルカリなんかも転売はオッケー、そもそも商売とはそういうものだ的な、なんかそんな感じの回答を出してたのを記憶しているよ。しかし今回遊戯王かポケモンかどっちかのカードで無在庫転売があり、これの大炎上で事態は一変、メルカリ夏の晩祭りが開催されたんだよ。これはほんとついこの間なので YouTube でも動画がいっぱい出ているよ。そしてさらにこれがどうやらグラボの転売ヤーにも適用されてるっぽいんだ。実際にあれからもウォッチし続けているんだけど、明らかに転売ヤーと思われるアカウントからの複数出品に関しては、3、4日で削除されるのを確認しているよ。あれから何度か転売ヤーの出品があったけど、その全てが同じように削除されているよ。そしてちゃんとしてるのが価格は上がってしまった相場に合わせてるけど、過去の出品を見る限り転売ヤーではなさそうな人の出品は削除されないよ。つまり転売ヤーによって相場を操作されたのは腹立つけど、転売ヤー自体はその相場で売ることができていない?かもしれないということなんだ。なぜ、かもしれない、かというと他のフリマサイトやオークションサイトでは、全く対処する気配がないからなんだよ。転売ヤーの買い占めはやめさせられない。じゃあ次に止められるのは物を裁く場所をなくすこと。他も協力してくれなきゃこれも難しいかもだけど、最大手のメルカリがいち早く動いてくれたのは大きいと思うんだよ。ちなみに転売ヤーの出品が削除されたことで、ちゃんと影響も出ていて、徐々にではあるけど価格も元に戻ろうとしていっているよ。今後かなり買いやすい値段になる、もしくは戻るという話は別の動画でするよ。さてここまでは転売ヤーの価格操作と転売ヤーが削除されてる話だったけど、ここからは今年自作 PC の動画を出せていない話を、2月のグラボ高騰9月とはちょっと違う価格変動を入れつつ話そうと思うよ。情弱ゆえに趣味の自作 PC ができなかった2021年。ではなぜ今年になって自作 PC の動画が全く出せていないのか、もう忘れてるかもしれないけど、今この動画を編集している PC、 これを作ったのは今年の1月なんだよ。なので正確には第6弾はやっているんだけど、それ以降2月からは自作 PC を作れていない。っていうか動画にできていないんだよ。
理由の一つは当時結構言っていた動画編集ソフトの変更。プレミアプロを導入したことで、作りたい動画をすぐ作れなくなって作業が落ち込んだんだよ。そしてもう一つの大きな理由が、前半でも話に出ている突然のグラボ高騰。みんなこの動画を覚えているだろうか。2020年後半のおすすめグラボとして出した動画なんだよ。当時 GTX1070 は1万7000円まで下がり、高性能でおすすめなグラボになっていたんだけど、12月いっぱい全く売れてなかったのが、年明けから売れ始めちょっと価格が上がり1万8000円になっていた。1月中は1万8000円で日に2、3本、1万9000円で日に5、6本出品があり売れまくっていたんだ。それが2月に入り2万円。いっぱい出品あるのに売れるわけないだろ。なんて冷めた目で見ていたんだけど即売れするんだよ。以前も話したが中古のグラボは3000円上がると1個上のグレードが買えるんだよ。なので絶対売れないと思ってたんだよ。そしたらすぐに2万5000円になり、3万、5000、4万と5日くらいで上がっていったんだ。情弱な自分は何が起きているのか全くわかっていなかったんだよ。何か変なことになってるくらいに思っていたら、4月一向に下がらない値段にさすがに変だと思い検索してみると、2月にテスラモータースが7日イーロン、マスクが7日わからないけど、ビットコイン大量に買いテスラの自動車をビットコインで買えるみたいなことになって、ビットコインが爆上がりしてたんだよ。去年の9月で確か1ビットコイン96万円くらい。それが今年2月には1ビットコイン660万とかそんな感じ。そのせいでマイニングが流行りグラボ買い占めが始まり、あっという間に倍以上に値上がりしてしまったんだ。そんな状態じゃいくら待っても値下がりするわけもなく、自作できなくなっていたんだよ。ちなみにグラボの値上がりにはその他理由がいくつかあるんだけど、コロナで工場停止半導体が不足とか、コロナで輸送に制限かかって1回の送料が高くなりとか、複数の理由が重なったって言われてるけど、明らかに一番でかいのがビットコインなんだよ。ほんとどうしようか途方に暮れてたんだけど、じゃあ高くなった分今ある PC でマイニングして2万も稼げば買えるんじゃと思い、4月後半からマイニングしてみたんだけど、5月に速攻ビットコイン暴落したんだよ。とはいえ半額よりちょっと高いくらいかな。まあそれでもグラボは値下がりしないので、高くなったグラボを買うためマイニングし続けると、4月後半から9月末までで、約3万円ほど稼ぐことができたよ。ただしじゃあ高くなった GTX1070 を買おうか。ともならない。やっぱバカらしいんだよ。GTX1070Ti で5ヶ月以上かかってやっと貯めた3万円なんだよ。そして前半の話の通りいろいろ物色しながら迷っていたら、ここに来て今後かなり買いやすい値段になるもしくは戻るはずという段階に来ているよ。その話については前半でも言った通りまた別の動画でするよ。それと高いのは非、ライトハッシュレートのものだけで、マイナーに高く売れるため転売ヤーの餌食になっているということで、各メーカーが出してくれたライトハッシュレート版は定価で買えるからかなり手に入れやすくなっているんだよ。たださ、自分のような予算がなく、中古で自作を楽しんでいる人にはそれも関係なく、マイニングできてしまう中古のグラボは高いままなのでやっぱりきついんだよ。ということで2つの理由で PC 系の動画が出せていなかったんだけど、趣味の自作 PC はやめたわけではないので作れるようになったらまた出したいんだよ。転売ヤーなんていなくなればいいのに、と思う人は、ぜひ次の動画もよろしく。Thank you.